腹減ったな、全然来ないな。1時間前にピザ頼んだのに。ちょっと電話してみようかな。あ、やっと来た。うるせえな、何度も遅く来といて。おいしょ、おいしょ、すいません、お待たせしました。ちょっと遅いよ、1時間も待ったよ。すいません、ちょっと迷っちゃって。迷うって店から1本だろ、うちまで。いや、行くかどうかで迷ってたんです。いや、そこ迷うなよ。いや、実はバイトのやつが店長と喧嘩しちゃって。喧嘩？はい、店長を冷凍イカで殴っちゃって。え、冷凍イカ？はい、そしたら血とかいっぱい出ちゃって。え、店長の？イカの方の。いや、イカかよ。もうよくわかんねえな、腹減ったから早くピザくれよ。あ、はい、どうぞ。っていうか、なんでその向きで持ってんだよ。普通ピザってこう横向きだろ、崩れちゃうだろ。あ、はい、その方が持ちやすかったんで。なんだよ、その理由。お待たせしました、ピザハットリです。なんで今言ってんだよ。あ、言い忘れちゃってて。お会計1600円になります。ちょっと待てよ、何がだよ。え、お会計が。1時間以上待ってんだよ、こっちは。ちょ、負けろよ。え、1時間以上待ってるんだって、こっちは。ちょっとは負けろよ。え、ああ、う、いてて、いてて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 。おいおい、どうしたんだよ、おい。お前の勝ちだ。ちょ、勝ち負けの話してんじゃないの。びっくりしたな。値段を安くしろよって言ってんの。ああ、でもすいません、私バイトなんで。いやいや、そこなんとかさ。いや、バイトなんで500円までしか下げれませんよ。できんのかよ、なんか悪いな。はい、500円。ありがとうございます、20円のお釣りです。500円じゃねえのかよ、安くなってんじゃねえかよ。すいません、ありがとうございました。ああ、腹減った、やっと食べれる食べれる。あれ、これ塩じゃねえかよ。あー、ちょっと待て待て待て。何ですか？何ですかじゃなくて、俺シーフードピザ頼んだの。これ来たの、ミックスピザじゃねえかよ。ちょっとお客様、失礼ですが、ピザじゃなくてピッツァです。やかましいわ、おい。お前の店ピザハットリじゃねえか、大体。はい、すいません。あ、もしもし、お疲れ様です、ポポちゃんです。今、2丁目の売り坊さん家に来てるんですけど、持ってったピザが違うじゃないかって言われて。はい、はい、言いましたよ、ピッツァって言いましたよ。めんどくせえな、お前の店。あの、すいません、今から作り直して持ってくるんで。作り直して、また1時間待たされんじゃねえだろうな。はい。はい、じゃねえよ、1時間もかかんのかよ。じゃあもういいよ、もうこれね。すいません、ありがとうございます。あ、もしもし、なんかこれでいいって言ってくれてるんで。あ、ちょっと待って、これエビ入ってんの？知らないです。おいおいおい、何さらっと言ってんだよ、聞けばいいじゃねえかよ、電話で。あ、もしもし、あのミックスのトッピングで指って入ってますか？おい、ちょっと待て待て、エビだよ、エビ。あ、すいません、指じゃなくてエビでした、エビ。はい、はい、あ、わかりました。お客様、ピッツァの中にエビは入っております。あ、入ってんのね、好物だからよかった。じゃあもうセットで頼んだコーラ置いてとっとと帰ってくれ。コーラ。おい、ちょっと待って、まさか忘れたんじゃないだろうな。あ、もしもし、なんかコーラも一緒に頼まれたそうなんですけど。あ、はいはい、あ、わかりました。あの、コーラなんですけど、ピッツァの中に入ってるそうです。なんでコーラピザの中に入ってんだよ。ミックスしちゃった。ミックスしちゃったじゃねえだろ、これ。おい、ふざけてんだろ。もういいから責任者呼べ、責任者。あ、もしもし、あの、お客さん怒っちゃって、なんかテクニシャン呼べって。ちょ、テクニシャンじゃなくて責任者、店長とかいいんだろ。あ、すいません、あの、店長お願いします。はいはい、え、そうなんですね、わかりました。あの、お客様、店長なんですけど、店長もピッツァの中に入ってるそうです。店長もミックスされちゃったの？いい加減にしろ。チャンネル登録よろしくね、高評価もよろしくね。バイバーイ。